まあ、その上位の人たちで折り合いがついちゃうわけですね。そうなんですよ、そうなんですよ、展開的にそうなりやすいんで、まあ、そうすると親番が終盤にあるというのもね、別に決していいことばっかりじゃないわけですよね。ではないですね、やっぱりそのようなゲームのその並びっていうのはやっぱ大きいですから、はい、さて村上の手がちょっと面白かったですね。おっと、これでまたドラのペイが各プレイヤー分散か。やっぱこの2局の上がりで兄さんかなりまたなんていうんですかね、通常モードに戻りそうなんで、うん、通常モード、はい、うん、ただまだ何2局です2局ですからね、はい、一応このオモンドーザは4回の戦いですからね、はい、いきなり初戦からトップをね、こだわる必要もないので、うん、ここからやっぱり、順位取りの戦いもね、あ、今チュンが出ましたからね、2枚目は行きますか。さすがになくかな、まあ、でも高宮がこれ国旗模様なので出ないですかね、まあ、しばらく出ないですね、はい、さあ人数は並びが良くなってきたか。だただ自敗には手を出しません。村上プロの今、持ち点が28,000、まあ、今ニーツさん親番ですんでね、あの満貫積もるとね、また並び かけられるんで、ペイ重ねたいんですよね。だからね、ただこれ以上リードを広げないこともやっぱ大事なんで、うん、僕は2枚目でもね泣いていいと思うんですよね。そうですよね、はい、ある意味高打点を狙える可能性、やばい、ここでドラが出てきた。しごろに仕上がりそうですよ。これでイシャン点か。イシャン点取って、ね、3ピン。ペイも出ましたしね、今ね。一応置いといて、3ピンから処理か。うん、3ピンから処理、はい。はい。重なればね、それなりの手にはなるので。ただね、村上プロの推し、チューンは出ないね。出ないですね。その出ない間になんか、ニースプロが手仕上げそうですよね。はい、さあ大谷にプロもちょっと面白い感じになってきたじゃないですか、うん、ならば自力で天杯まで持っていきたい村上。カンパッソがねピッと引ければ、はい、国士スーシャンテン、これが流派つぼぎりニース、どんどんね自敗さばいていって、三層残さず、ああこれで仕事いいしょって、これ日産チャンスですね、高宮がどっちか分かんなかったんですよ、捨て牌が総図なのか国士なのか、うん、はい、で嘘が出てきたことによって、あ、じゃあ総図まだ生きてるって感じがあるんで、うん、かなりね日産感触はいいと思います今。で逆に言って村上プロにするとチューンないなと。そうですね、チューンは期待できないという感覚はありますね。これ仕上げちゃうか、どうだ、一気に天杯まで、これリーチでもいいぐらいですよ。いや闇じゃないの、あ、リーチ行くんだ。いや決め手になりますもんねこれ、結構6000オールってやっぱチーソーの日給って悔しくないですかこれ。まあそうだけど、なんかほら闇手にしてると拾えそうなんだよね。あの村上プロも数速切ってるし、高宮プロから出てくる可能性かなり、うん、あ、手が進んだけど何種類あるんですかっていう話ですよね、うん、いやもう事実上急走がないんでね、もうそうですね、なるほどね。あ、でもランス行きましたよ。あ、行くんだ、うん、これ一手進んだら、あ、パーソが通ったか、うん、いやただ、うん、無理をね、まだ1回戦ですからね、うんうん、ここは村上も辛いとこではあるんですが引きます。引いちゃうんじゃないですかね、なんかね、うん、枚数的にはスーソーも2枚生きてますし、チーソーも1枚か3枚、きたか、6000オールだね今のところ、6000オール高めだ。
円単ピンツも3色裏ドラ裏ドラ裏1、うん、6、3ですね。はい、いや決定打になったか。いやほぼ決定打に近いですねこれはね。いやまだね大谷プロモナカプロの親番はありますけどね、